知人の話。あまりにも色々とひどいので、漫画で紹介された霊能者にコンタクトを取った。依頼殺到って漫画には書いてあったのに、速攻返事が来た。命の危険がある方は優先です。って、そういう類に頼ることに抵抗ある知人が、その時ばかりは自分の勝手な行動をすんなりと受け入れた。で、待ち合わせ当日、とあるホテルを予約しておいた。私が先に霊能者さんと会って、仕事を終えた知人が後から合流する予定。が、知人が来ない。連絡してみると、この日に限ってトラブル発生&交代要員が来ない。連絡取れず。霊能者さんに謝る自分。しょうがないよ。行かせないつもりだから。霊能者さんには、その状況の理由がわかっている様子。待ち合わせから3時間。とりあえず予約したホテルへ移動。本当にすみません。忙しいでしょうし、日程変更にしていただいても。そんなことしたらその人、今度こそ死ぬよ。どういうことかわからず驚く自分に、霊能者さんはひょうひょうと説明。行かせないようにしてるんだよ。絶対に離れないって。かなり恨みが強いからね。え？じゃあ来れないんですか？いや、来ないと危ない。他にもいるんだよ。今日、俺と会うのを知って、やっと成仏できるって待ってるのもたくさんいる。それができなくなったら？何百年も苦しんでやっと成仏できるって期待していた分、絶望も桁外れ。その行き通り、逆恨みはいかなかったその人に一斉に向けられる。今度こそ死ぬよ。丸される。マジだとその時思った。だって知人は、昔から事故や病気で九死に一生を得る経験を何度もしてる。今回はついに癌になった。だから本当に何かあると思って、霊能者さんに頼んだわけだし。だから、何が何でも今日何とかしないといけないんだ。何時になろうと何時間だろうと待つから。で、霊能者さんは遠隔で何かしたらしい。大丈夫。21時には来れるよ。待ち合わせが確か15時。チェックインしてホテルの部屋で、ついでに自分の亡き母のこととか見てもらってた。そして21時10分ほど前。遅くなってすみませんでした。知人がやってきた。ここから家計にまつわる霊視が始まるわけで、その前に簡単に知人の状況を。知人、田舎から上京してる。当時、左臀部に肉腫発症。肉腫発覚と同時期、父親が心臓病でバイパス手術を余儀なくされる。弟、知能障害あり。同時期、緑内障と白内障を併発。母親、脳一血の過去があり、働きも無理できず。姉、嫁いでいるが旦那、知人の義理兄、が難病指定の病気を患い仕事できず。知人の家は四国の奥の閉鎖的な田舎。本家と言われるもので、知人に後継ぎができなければ家計は途絶える。本来はじいちゃんが最後だった。子供ができず、知人の父親を養子にしてなんとか名字を継いでいた。さて、霊視。霊能者さんには現状は伝えたものの、癌の種類や出身地などの予備知識は伝えていなかった。大殿筋ってどこ？いきなり肉腫の部位を当てられる。ちなみに霊能者さんは二人。一人は見える、聞ける、成仏までさせられる。一人は見える、聞ける、話せる、わかる。いわゆるレーダータイプ。で、主にレーダータイプが状況を把握していく。何百もの霊体が知人にはついているらしいが、それらをまとめて、率いるリーダーがいるっぽい。そのリーダーが、誰よりも強い恨みや思いを持っていた。差別？リーダーの話を聞くレーダータイプがつぶやいた途端、自分と知人は顔を合わせた。心当たりある？レーダーに聞かれて答える知人。あります。うちの田舎は未だに部落差別の生きている村です。自分は部落出身ではないのですが、そのために幼い頃から差別を目の当たりにし、それが正しいとされていました。それが嫌で、納得できずに田舎を出てきました。あなたのご先祖、6代か7代か、前の方。この世のものとは思えない残虐な仕打ちをしてるわね。納得できなかったの。この人ね、悪い人じゃないのよ。ただ、人一倍正義感が強くて、仲間が理不尽に虐げられること、逆丸されることが許せなかったの。悔しくて悔しくて、どうして同じ人間なのに生まれでこんなに違うのかって、泣いて訴えてるよ。仕方がなかったんだよ。時代だったんだよ。
霊能者さんは二人で、一生懸命にリーダーを説得してた。余談だけど、その時すでに深夜を回ってた。部屋の窓の外をうろつく影を、霊感のない私も見た。助けを求めるように、気づいてって感じに窓に手をつけて覗いてた。暗闇に乗せるようにかぶさる、もう一段黒い人影だった。リーダーはしばらくご寝てたらしいけど、霊能者さんの説得により納得したらしい。もともとが正義感の強いまっすぐな人で、何百年もの長い年月を理不尽さに苦しめられてきた人。だからなのか、張本人ではない知人に怒りを向ける理不尽さに、理解を示したのかもしれない。霊能者さんは事前に買ったおにぎりを出して、知人についてる人たちに振る舞った。白米なんて食えなかったんだろ。成仏前にゆっくり食え。って、未だにわからないのは、知人の肉腫は左の大臀筋にできた。じいさんは戦争で左足を失ってる。知人が事故で複雑骨折をした足も左。これは手術をしても骨がくっつかず、未だに何か固定するもんが入ってる。左に何かあるのかとも思ったけど、それについては特に何も言ってなかった。リーダーを含む全員を成仏させた後、窓にいた人も一緒に、しばらくの歓談タイム。どうして知人についたのか聞いてみた。差別によるいじめを率先していたのが彼のご先祖様。その一族の中で彼が一番強かったから。精神的にも肉体的にも。とにかく何が何でも、知人の家系を根絶やしにしたかったのかもしれない。と同時に、いつかこうやって成仏させてくれることをしてくれるのは、知人しかいないとすがっていたのかもしれない。わからないけど、何百年も何百年も、リーダーたちは苦しんでたんだなって思う。生きている時の理不尽な差別や無念を抱えたまま、長い年月を苦しんでいたんだと思う。オツですが、その後知人と親族の状況は好転したの？知人一族のその後は、一気に好転とは言ってませんが、当時ほどの状況ではありません。一度なった病気が奇跡のように回復するはずもなく、姉の旦那は相変わらず難病だし、弟の知能も12歳のまま。現在30代半ば。だけど父親の手術はうまくいったし、母親も倒れずに元気に知人に金の無心をしてる。知人の癌は軟部肉腫といって、5万人に1人という珍しいものだったけれど、大臀筋を丸ごと取ったにもかかわらず、他の筋肉が失った大臀筋の代わりを担い、身体的な障害も残らず、小走りくらいならできる、再発もしていません。ドラマのように好転、とはならないけれど、悪化もしていません。それが何よりの好転なのかも。この話、どこに書いてもスルーされてたんです。こうやって呼んでくれて反応してくれた今、本当に知人が呪縛から解き放たれた証のような気がする。本当にどうもありがとうございました。漫画の二人の霊能者って、本コアの有名な人かな。だったら漫画で読める日が来るな。当たり。本コアのとある漫画家さんが書いてた二人組の霊能者、G さんと H さん。特筆すべきは、H さんがかなりの美女だったこと。そして漫画通り、G さんの女霊はエキセントリックだった。実は結構前の話なので、漫画化することはないと思う。が、あの二人は間違いなく本物。霊視や女霊の中で、どんどん点と点が結びついていく感じだった。あの有名な二人の話が2ちゃんで読めるなんて、嬉しいな。あの二人を信じている者としては、依頼側の体験が聞けてすごく感動した。本コアのあの R さんから、返事もらったことあるよ。大事なことや必要なことだと、たとえファンレターのちょっとの内容でも出版社を通して伝えてくれたりすることもあるみたい。僕の場合でしたけども。